こと西洋でいう漁行用のヨットに相当する性格の船である。河川用のものは川、御座船、海用のものは海、御座船とも呼ぶ。徳川将軍家の御座船天地丸その方は、時代や用途によって異なる。館だけでも数種あるが、総じて中倉を館とし、これを冗談と言って、その後を次の間、その後そ 手先屋根またその後に出屋根というものがあり、その上に太鼓楼がある。上段の前蔵を将棋と言い、その前に表出屋根、その下に小将棋、左右に旅屋根がある。天皇の餃子船は、千賀屋吹きで、千木、カツオをのぼせる。将軍の餃子船は、日和田吹きでシャチをのぼせる。その他のものは、土地吹きで箱胸基板があり、東波風、テリ波風。 むくりハフあるいは、入りもや作り、横棟作りで、上や形があり、また左右のコーランドを船張りまであるのが普通であった。室町幕府の足利将軍の御座船は、梅末論に、将軍の御座船は、錦のお旗に火を出して、天照大神八幡大菩薩を、金の文字にて打ち付けられたりければ、火にあきらてきらめきたりし、手を解きて、裏風に反し、 見船を出されるときは、毎度鼓を泣かされし間同時に、数千層の船棒を植えて、淡路の瀬戸五十丁を背橋ときしりあいて、さらに海は見えず、うんうんとあるのをもってその一端を伺う,うことができる。江戸時代には、大型軍船の保有が禁止されたところ、代わりに、各大名たちは、中型軍船である、石船を華麗に飾り立てて、海、御座船として使用した。 徳川将軍家も、魚座船として、小七76町立の石船、天地丸を、江戸時代を通じて運用した。魚座船は参勤交代に用いられたほか、琉球施設の江戸上り、朝鮮通信使の送迎に用いられた。送迎役となる九州、四国、瀬戸内海から伏見に至る、諸大名のほか、徳川将軍家も大阪に四隻の魚座船を、常備していた。 川の背が浅く世紀の魚座船が通らない場合は、これに代わる船を、お召し替え船を使用した。ありがとうございます。